アメリカメルさん、こんにちは。コッシーです。ということで、なんかおかしいと思いませんか？画面がおかしいし、なんかちょっと暗くねって思いません？ちょっとカメラ変えたんですよ。今まで MacBook で、カメラで MacBook にキャプチャーボード繋いでやってたんですけど、ちょっと昨日ですね、自作 PC を作りまして、秋葉原に初売りで行って、作ってきました。総額、まあ、15万、もっとか、もっとぐらい払って作って、今、ここにデスクトップがあるんですけど、まあ、もう一枚、デスクトップが来るんですけど、それでやっていこうと思います。で、この声、ちょっと、初日の出を見に、12月31日に、まあ、年越しを友達としてから、九十九里浜に行ったんですけど、なんとですね、海風にやられまして風じゃないんだよね、多分この熱とかないし、だるさとかないんで。ガチで、まあ、喉をやられたって感じです。なんで今日と明日の動画だけ、もしかしたら動画の声がこうなっちゃうかもしれないっていうことだけ、お伝えします。まあ、後でね、もしかしたら実写で、カメラを持って、自作 PC はこんな感じですって、やろうと考えてるんで、まあ、その時に詳細は、まあ、PC の詳細はお伝えしようと思います。で、カメラ、もしかしたら画質落ちてるかもしんないんで、720。だから、落ちてるかもしんないけど、ちょっと今後変えていく予定はあるんで、それまでちょっと我慢していただければかなと思います。で、それに伴ってですね、ちょっと画面も、これ今のゲーム画面も切り替えたんで、ちょっと見づらかったら言ってほしいなってのがあります。で、今日やっていくのは、てかまず、明けましておめでとうございます。2023年、今年もよろしくお願いします。で、ですね、まあ、いつもイヤホンなんですけど、いつものイヤホン壊れちゃったんで、ちょっと代用品で、このヘッドホンをしてます。このスライムをね。実は高校1年生かなんかで、ゲットしたんだよね、UFO キャッチャーで。ブロケ付きなんで。はい。で、今日やっていく動画は、こちらです。Sランク 30% 契約書。9枚引きしてみた。はい、ちょっとテンションがね、声のせいであんま声上がんないんですけど、ちょっと、パースピポイントあるじゃん。まあ、ミッションとかクリアしたらできる。これね。この下の、Dチーム契約書とかもらえるやつ。で、まあ、結構ポイント溜まってたんで、まあ、1200ポイントぐらいかな溜まってて、まあ、自チーム契約書引くでも良かったんだけど、今、ロッテの選手で欲しい選手がいないんですよ。まあ、今、見てもらったらわかるんですけど、マーティンはちょっともう退団しちゃうってことで、ちょっと使わないかもしれなくて、で、石川はアニバ持ってて、安田はまあシリワンがある。で、井上はまあスピ解放しようかなって、パワーが A に乗るやつね。で、欲しいのは、マスダなんですよ、実際。この、タイピンチがついてて、高速シンカーのやつ。佐々木朗希は、セレクションがあるんで、まだ良くて、まあ、あと言えばゲレーロかなってところなんですけど、このゲレーロとマスダが欲しいんですけど、まあ、まだいっかって、もうあと2ヶ月ぐらいしたら、まあ、ベストナイン終わって、まあ、グランドオープン。になるので、まあ、その時に引こうかなって思います、シリアンは。シリアンじゃねえ。自チーム契約書は。ってことで、今回は、ま、900ポイント、まあ、150、S ランク 30% 契約書が、1枚、今150ポイントなんで、まあ、上限の6枚、900ポイントを使って、やってきました。で、ちょっとミスって、録画がミスってて、30枚だけ、30枚じゃねえ。3枚、年越しでもらったじゃん。明けましておめでとうの3枚。あれを、ちょっと、引いちゃってるんでね。ちょっと、録画ミスってて、3枚だけ。ちょっと、だからそれだけ、今、お見せした後に、S ランク契約、S ランク 30% 契約書を6枚引こうと思う。だから、合計で9枚ですね。なんで、今から、それを見せます。はい。
じゃあまあ、この3枚引いていくんですけど、まあ、この時ちょっとね、マジで顔と声取れてなくて、まだ変えたばっかで、パソコン。なんで、まあちょっと、覚えてない風にやります。欲しいのは、まあ、ロッテの選手かなってぐらいです。お願いします。おった!確定。確定来たんで、まあ、3分の1かな?はい。ああ、中村健人ね。はいはいはい。はい。あ、メルセデス。あ、ロッテ来るんだよね、メルセデス、確か。で、あ、土田くんか。中日で土田くんはいらないんだよな。でも、メルセデスはいいんじゃね?ロッテで出るし、取っといてもいいかもね。はい、っていう感じです。なんで、まあ、今の見てもらった通り、まあ、まあ、9枚中3枚引いて、まあ、1枚スナックが当たったっていう結果です、今のところ。はい。で、まあ、今から、まあ、60連、じゃね、30% 契約書6枚引いていくんですけど、ちょっとやべえな。もう、脳が働いてないわ。引いて、まあ、何枚当たるか。っていうところをやっていこうと思います。ちょっとね、今、育成してるんだけど、育成が足らなすぎて、まあ、A ランクでも実際いいはいいけど、欲しいのは、まあ、マスダ、ロッテのマスダ、ゲレーロね。で、シリーズ2の坂倉、菅野、山岡ぐらいかなと思います。まあ、この選手が当たればいいかなぐらいです。じゃあいきます。6枚。来い。ホームラン。超だ、やばい。光って。え、やばい。打って。え、やばい。あ、割れた、危ねえ、危ねえ。はい。ビドル?あ、知らん。ああ、わかんない。いつ追加された?はい!あ、後の先。はい!はい!あ、原口さん。あれだね。ハーフスイングの人だよね。はい。いや、はい!吉田康生。はい!はい!岡林くん。もう一枚だけ欲しい。お願い!はい!うわ、上川畑さん。はい。ってことで、まあ、結果は、9分の2でございます。じゃあ今回はまあこの S ランク 30% 契約書を引いてみただけの動画にしようと思います。まあちょっと短いので、この声で実況はちょっとできないから、今、もしもこれでリアタイやっても多分何も声ガラガラすぎてやばいと思うから、今回はこれで、まあ、ちょっとパソコン変えたばっかなんでお試し動画みたいな感じでやっていこうと思います。じゃあ、喉が治った音のお会いしましょう。バイバイ。あとカメラがわかんない。もう今どういう向きだったらいいかわかんない。